でまだちょっと話がちょっ と止まっちゃったんですけど、まあライブねドミンテで関係者挨拶してねお疲れ様なんて話をして、もともと終わった後なんかラストと飲み行くみたいな話してて、でイブとラスを合わせるっていう会をしようとしてて、迎えにその渋谷の CR ストアまで行って、でそしたらさモンドがさいてさ、ちょうどあのバルのさ見てて大会で、それ一緒に見て、で勝ったやったーって話してて、モンドも寿司行くって聞いたの、高いって言われて、まあ普通って何、高いなら行くって言われてまあでまあまあまあ普通にうまいよみたいな、でもそんなバカ高いとこじゃないよみたいな、美味しいのみたいな、店の名前言えないっす、ビーン行ったけどゴミだったって言ってて、言うなっつって、多分そこは美味しいから行こうかっつって、モンドとラスとイブと4人で寿司食って、まあ、ラスはもうめっちゃ普通に美味しそうに食ってて、でモンドがこれ気に入ってもらえないとちょっと困るなと思って、まあそんなクソ高いとこ連れてってわけじゃないから、まあここ美味しくないって言われてもまあまあまだ次あるなって思いながらだったんだけど、意外と気に入ってくれてさ、ウニがすごい美味しかったらしくて、今まで食べたウニの中で一番うまいって、なんか普通に嬉しそうな顔してて、よかったーってなった、お気に召していただきましたって、え美味しい、普通に美味しそうな顔して食べてたから、あよかったと思って、でまあちょっとお酒飲んで、俺は飲んだらすぐ眠くなるからさ、俺が梅酒好きだから梅酒飲んだよ、ジュースじゃんって言われた、ロックの方が好きそうだったわ、俺はソーダ割りしてたから、ラスも笑いながらこれはジュースだねって言った。それさ今日さ LINE 来てモンドから、昨日飲んだ酒何って言われて、本当に梅酒って言われて、えと思って、梅酒の果実酒で割ってる桃酒ってのを飲んだんすよ、梅酒の桃酒を飲んだの、なんかここだけ聞くとバグるじゃん、でもちゃんとあんねん、梅酒の柚子とか桃とかあんのね、だからいや梅酒の桃酒飲んだよって言ったら、周りからみんなから梅酒なのに桃なんてあるわけねえだろって多分言われたっぽくて、いやあるよっつって、俺がアマゾンの桃酒の画像貼ったら、ありがとう勝ったとか言ってLINE が来てたっす、戦ってたみたい、普段そのローマ字でやり取りするんだけど、その本当にモンドが飲んだお酒は桃ですかっていうのが急にひらがなで漢字変換もされて送られてきたから、あこれ絶対 CR の人のスタッフさんが送ってきたやん急にと思って、急に流暢に日本語送ってくるじゃん。それで飲んだ後はおじじんち行って、おじじとモンドとイブとラスちゃんはそのまま喋ってたんだけど、俺はなんかあの人をダメにするソファーみたいなの見かけて、それにあの座り込んでたら寝た、あれいいっすね。でそれでちょっと寝て、みんなはなんか満足そうに喋った後だったっぽいから帰った。おじじんちは広かったね、部屋200個あったわ、トイレは5000個あったわ、マジで広かった、あれはいい家だ、あれはいい家です。風呂トイレ2個ずつある家ってマジ何いらんくね、トイレはわかる、でも風呂が2個あるところは本当にわかんない。俺 2LDK の家でさ風呂2個あった時、いやここ1部屋増やせよって思ったもん。ゲスト用だよ、どんな頻度でゲスト来る、それゲスト用の風呂なんて想定しないって。俺とマフ君とあの浦田さんと坂田でさハワイに行ったんすよ、撮影でね、引きこもりでも旅がしたいってのがあって、ハワイ行った時にホテルが全部の部屋に風呂ついてた、シャワーついてた、えぐっと思って、なんかそのシェアハウスみたいになってて、1階と2階があって、広いキッチンみたいなのとテレビ見れるリビングみたいなのあって、当たり前ちゃう、マジ俺がこの世界を知らないってこと、どんな頻度で俺ラスト会ってんのってぐらいな、会ってるな。まあ今でもラストのストリーマーサーバーは止まってるから、なんかそろそろレイドしたいねっていうのはバニーラと話してた、うん、いやまあエーペックスやりたさあるけど、正直やっぱ CR カップできなかったからモチベーションは下がったな。正直ラストみたい、俺もラストやりたい、バロラントもやりたい、ガイズとゴルフハマった、いやあれは配信外でやるようなものではないだろ、何をそんなに専念することがある、あれはまあ2次会ぐらいでやるのが一番いいね、うん、ラストは配信者みんなブームのピークで取り上げられた、いやほんとよな、今マジでよしこっから いざみんなレイドですみたいなタイミングでできなくなってやりたいのにってガチお預け食らってるわ、タイミングが悪いね本当に。エーペックスはまだカスタムも直ってないしね。
バロラントもやりたいけど、なんか一人でやるようなもんでも、いやでもみんな一人でやってんのか。30日にちゃんと何か誕生日の今年もやるっていうことは決まってますよ。けど中身を知らないんですよ僕は。まあなんだかんだ僕はいろいろやってきましたよ。バンジージャンプもしたことあるし、スカイダイビングもしたことあるし、落とし穴にも落ちるし、顔面パイもするし、そんなすることないだろ。芸人かなってレベルでやってるよ。なんかスカイダイビングとかバンジージャンプはやるとちょっと倫理観変わる、人生観が変わる。一回死ぬよね体感的には。大半のことではまあ揺らがなくなるというか。スカイダイビングよりお化け屋敷の方が叫んでませんでした？いやスカイダイビングはね、叫ぶとかね、もう風すごすぎてもう何も言えない。マジで無言になるスカイダイビングは。本当に風やべえし、クソ寒いし、てかなんなら風強すぎて体痛えし、落ちてるだけなのに体痛いんよ。息はできるけど声出せないよマジで。口ん中もカラッカラだし、落ちていく様を眺める。景色綺麗。いや、無理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 、そんなんじゃない、そんなんじゃない。もうなんで俺は落ちてるんだろうってなる。いつ終わるんだろうこれって。長かったよマジで。しかもなんならなんか2段階あるわけよ。自由落下してるのとパラシュート開いてからもあんの。パラシュート開いてからも結構辛い。全然楽じゃないあれ。逆に怖いもんゆっくりしてるから。もう早く地面に下ろしてくれってなるわ。だってこの紐切れたらもう死ぬやんみたいな。何度も言うけどくっそ寂しい。天月さんは地上がお好きなんですね。まあそりゃそうよ。まあ地面に足はついていたい方ですよどちらかといえば。夏やれば最高なので。もう関係ない、関係ない。もう寒いんだよ上は。地球は雲より上です。まあ冬よりかは向いてるでしょうね夏の方が。もう一回やったしいいかな。スカイダイビングとかバンジーは何回もやるもんじゃないよ。名前的にはだいぶ雲より上が好きそうだけどね。まあそうだね、それはそうだけどさ。バナナボート乗ったよハワイでマフ君たちと。あれもすごかったよ。水圧が映せたもんじゃなかったよみんなの顔。とんでもねえことなんですよあれは。もう一回やりたいなってやつありました。水上バイクは面白かったよ。自分で運転するやつはあれは良かったな。あれマジ楽しかったわ。スノボできる。スノボは得意。毎年行ってたし、スキーとかスノボ、ウィンタースポーツは結構好きだ。